菅直人首相は、私は日中関係を大事にする政治家なんです。と怒りを爆発させていた尖閣諸島中国漁船衝突事故。中国大使としての活躍をはじめ、30年以上にわたり日中外交の最前線で奮闘を続けてきた水秀吉。今回は2010年9月に発生し、日中関係に大きな緊張をもたらした尖閣諸島中国漁船衝突事故について、 当時のカン・ナオト首相との接衝などを中心に振り返ってもらった。聞き手、城山秀美、北海道大学大学院教授。怒りを爆発させたカン・ナオト総理。何を知ってたんですか戦国さんは、言っておいたでしょう。私は日中関係を大事にする政治家なんです。2010年9月18日、カン・ナオト総理は首相皇帝で戦国祐と官房長官に怒りを爆発させました。 尖閣諸島付近で中国漁船が海上保安庁の巡視船に衝突してきた事件から11日後、前原誠治外相や福山哲郎官房副長官らに加え、佐々江健一郎外務次官や佐伯明高アジア大洋州局長、そして中国課長だった私も同席して事件処理に関する協議を行いました。戦国さんが黙ってふ、うつむいていると外務省は何をやってるんだ。菅総理の怒りは収まらず、 おこ先は、前原さんのほか、外務省にも向けられました。ただ、中国漁船が海保の巡視船に、故意にぶつかってきて、逮捕相当とみなされたわけで、外務省に責任はありません。それでも総理の発言ですから、みんな黙っていました。菅総理が、外務省には、専門家はいないのか。とまたとなると、隅の方で、スチール椅子に座っていた私に、全員の視線が注がれました。前原さんが、中国課長ですと紹介すると、 じゃあ一番わかっているだろう。ここに座るようにと総理は言って、目の前に座らされたのです。中国は何をしようとしてるんだ。怒ったようにわーわー言われたので、つい大きな声で返答しました。中国は圧力さえかければ日本は必ず降りる、情報すると考えています。今後もあらゆる手を使って、どんどん圧力をかけてくるでしょう。すると総理は何を言ってるんだ。とさらに怒り出す。拉致が開かないので、 09年12月に来日した習近平国家副主席と天皇陛下の特例会見を例に出しました。陛下のご健康に関わる1ヶ月ルールの関係で一度は会見はアレンジしないと整理されたのに中国側からの強い要請を受けた民主党内からの働きかけにより政府の方針が変更された一件です。中国はそういう経験も全部頭に入れた上でやってきていますと伝えるとた、確かに我が同志は そう呟いたきり、二目を告げなくなった。一呼吸を置いて、中国とチャンネルか、パイプはないのか、と言い出しました。外務省の幹部が、チャンネルよりも、大事なのは、どういうメッセージを送るかですというと、総理は黙り込んでしまい、そのまま解散となりました。確かに、菅総理は中国との関係を重視し、母校の東稿大の中国人留学生とは、年に一回、食事会を開いていたと聞いたことがあります。 自分が総理の時に日中関係を壊すような事件が起こったことがショックで受け入れたくなかったのだと思いますが総理大臣は自国の主権を守ることを第一に考えなければなりません中国課長時代尖閣諸島を視察したことがあります上空から魚釣島を見てこの島を守らなければならないとの思いを強くしたものですところが以後15年ほどの尖閣問題を振り返ると残念ながら 日本の対応が逆効果になり、中国を利することが続いてきました。今こそ、戦略的な対応を練り直さなくてはなりません。鳩山総理が自白した虚偽答弁。昨年12月に退官した、全中中国大使の水秀吉、62。2008年8月に中国、モンゴル課長に就任すると、尖閣諸島問題が勃発し、 北京に赴任した講師時代には、尖閣問題に端を発する大規模な反日暴動も経験した。短期集中連載の第3回では、対中外交をめぐる秘話に加えて、今後、安定した両国関係を築くためのビジョンを明かす。09年8月、民主党政権が発足し、鳩山幸男総理が誕生しました。その4ヶ月後に起きたのが、 12月15日の天皇陛下と習近平国家副主席の会見をめぐる問題です。宮内庁は陛下が海外の要人と面会する場合、陛下のご健康に配慮して1ヶ月前までに打診する1ヶ月ルールを定めていました。習氏の来日に際しても中国側に何度も伝えていましたが、一向に返答がなかった。経済政策の方針を決める中央経済工作会議の日程が決まらなかったためで、 要するに、中国側の都合です。結局、申し入れてきたのは11月23日、宮内庁はルールに則っ,って対応しようとしました。私は担当課長として、会見をアレンジすることの重要性を理解していましたが、陛下のご健康への配慮もあり、ルールを曲げることはできません。ただし、周氏は次の国家主席になることが確実な重要人物。代案として、 総理官邸での大規模な夕食会を提案し、それが採用されました。本来、副主席である収支のカウンターパートは総理ではありません。異例ではありますが、日本政府として厚遇する姿勢を示すべきだと考えたのです。つまり、この時点で鳩山総理自身は陛下との会見をアレンジしないことで納得していたわけです。だが、ここから瞑想が始まる。共同通信、09年12月11日配信によれば、 小沢一郎幹事長が、鳩山総理に電話をかけ、何をもたごたしている。会見は、やらなければ、ダメだと圧力をかけた。これを受け、平野博文官房長官が宮内庁の、は田慎吾長官に電話して説得。特例会見が実現したとされる。当時、鳩山総理が、今日も怒られたよとこぼれ、こぼしていたという話を、私も耳にしたことがありましたが、もしそれが事実なら、与党幹事長とはいえ、 一議員の圧力で陛下に特例を敷いたのはいかがなものか。しかも、鳩山総理は国会で自分はハケタ長官に電話していない、胸を答弁しましたが、後にメディアの取材に私が電話しましたと明かしています。つまり、虚偽答弁をしていた。結果、外務省にも批判の目が向けられました。野党だった自民党は石橋義正調べ会長を委員長とする特命委員会を設置、テレビカメラを入れて、 私は1時間立つちっぱなしの状態で追求を受けました。田舎の母から電話がかかってきて、お前何か悪いことでもしたのかいと心配されたものです。この吊るし上げは当初3日間続く予定でしたが、上司の佐伯局長が石橋に掛け合ってくれたため、1日で終わりました。いずれにせよ、この件で中国側は、 日本政府は圧力をかければ折れると認識するようになったことは間違いありません。本記事の全文は文芸春秋、電子版に掲載されている水比でお、尖閣諸島のために戦略的が新章単を、正解を侵食する中国スパイ、欧州で相次ぐ敵発。日本にも魔の種。日本は法整備は進むが、捜査手法に制約が多い。欧州で中国スパイの敵発が相次いでいる。欧州連合。 いよ欧州議会の議員スタッフをはじめ、A 議会の調査担当者、ベルギーの元上院議員らが工作の対象となっており、中国のスパイ網が欧州政界に深く浸透している様子が浮かぶ。中国スパイの手口は、親中派だけではなく、単なか、勢力も取り込むのが特徴だという。スパイ天国と揶揄、揶揄される日本でも、警視庁が昨年、中国当局が東京、秋葉原に設置した、 非公式警察署が入ったビルを家宅捜索をしている。今後、取締りの根拠法整備だけではなく、捜査手法の拡充も進めるべきだ。ドイツ検察は4月23日、EU 欧州議会のマクシミリアン・クラー議員のスタッフでドイツ籍の男をスパイ容疑で拘束した。男は1月、欧州議会での交渉や決定に関する情報を中国側に繰り返し流したほか、 ドイツにいる中国の反体制派の動向を探っていた疑いもあるという。クラー議員はドイツの右派政党、ドイツのための選択肢、アフドに所属している。情報活動に詳しい日本カウンターインテリジェンス協会代表理事の稲村雄氏は、アフドはドイツで勢力を伸ばし、クラー議員は欧州議会に議席を持っている。中国にとっては標的にするには都合の良いポジションだったのではないかと分析する。 ドイツでは4月22日にも軍事転用可能な技術に関する情報を中国側に渡すためにスパイ活動をした疑いでドイツ人の男女3人が逮捕された。英国でも中国スパイの活動が確認された。ロンドン警視庁は昨年3月中国のためにスパイ活動をした疑いで英議会の調査担当者ら2人の男を逮捕していた。英史タイムズ電子版が報じた同などによると男のうち1人は 数年にわたり、英議会で中国問題を調査し、対中政策に関わる与党議員に情報を提供したり、政府の行動について提言したりする役割を担っていた。昨年12月には、中国国家安全省の工作員がベルギーの元上院議員に報酬を支払い、数年間にわたって報酬政治に影響を与えるよう指示していたという、英史 <laughs> フィナンシャルタイムズ、電子版が報じた、 元上院議員は引退後も極右政党に所属し、欧州の政治家やジャーナリストらに幅広い人脈を持っていた。日本は法整備進むが捜査手法に制約多い。前室の稲村氏は、欧州の議会や政界関係者に対する中国の工作について、次のように指摘する。欧州では、新疆ウイグル自治区など中国の人権問題追求の沈静化が工作対象のスコープに入っている。 クラー議員のスタッフの事件では、情報収集も重要な目標だった。そのために、金銭的援助で依存させたり、政策や理念で同じ方向性の人物を宣伝に利用したりする。単なか、姿勢でもガバナンスが弱い、信仰政党に付けることもあるなど、中国の情報活動には、相手が組みしやすいかどうか見極め、使えるものは使うという基本スタンスがある。欧州での中国の工作活動は、 日本にも教訓となる。稲村氏は一般論として国益を損ねて中国を利するという悪意がない人も友好人士、良き友人として中国に悪意なく利用されるリスクをはらむと解説する。欧州の捜査当局はスパイを次々に摘発しているが日本も同じことができるのか。稲村氏は欧州の事例を見ると中国の情報活動が極めて活発である一方検挙する事例も多い。それは 捜査手法が整備されており、米国には外国情報監視法などの例があるほか、おとり捜査による検挙も果たしている。日本の場合、不正競争防止法の強化など法整備は進んでいるが、捜査手法に制約が多い。取締りの根拠法だけではなく、捜査手法の拡充も検討されるべきだと強調した。